はい、どうも皆さんこんにちは、サイクルボイスの森くんです。今日はですね、自転車、まあ、やっててこうサイクルウェア着て、あんなこけちったよっつってジャージ破れたりするじゃないですか。でジャージ破れた後って皆さんどうします？まあ、そのままにする人もいれば修復する人もいるのかな、捨てるっていう人がまあ多いかなって思うんですけど、ジャージ1着って1万超えたりするじゃないですか。ですごい決して安くはないものだから、まあ、今日はね、何をやるかだけ言います。縫います。はい、ジャージを縫います。まあ、すっごいチャッチー穴なんですけど、だいぶ前なんですけど穴開いたんですよ、ジャージが。でこれをちょっと今回は手縫いでちょっと修繕していきたいなって思います。ってことで、ジャージの修復方法ということで、とりあえず動画行ってみましょう。はい、ということでですね、ちょっといつもと視点違うんですけど、僕の手元ばっかりになります。ってことで、はい、こんな部分ですね。まあ正直な話、まあ、すごいこう縫っても縫わなくてもいいかなっていう部分なんですけど、まあ、4箇所ぐらい縫えばいいかなっていうぐらいですね。ということで、まあ実際にやってみましょう。じゃあまずこの大きい緑いってみましょうか。ここいってみましょう。ここ正直言って糸っつったら何でもいいんですけどね。まあ糸と縫い針の長さはその人によって違うと思うので、自分の好きな縫い針を用意してください。糸切りわさびなかったら裁ちわさびでも問題なくできます。縫い針もですね、なんか長くもなく短くもなく選ぶことをおすすめします。はい、あ、注意、刺すやつがあるんですけど、俺の机の上が汚すぎて置けないんでダメなんだけどね。本当に危険ですからね、マジで。俺これ踏んだ経験あるんで、本当にダメですからね、置いちゃダメですからね。針の太さとかもあるんで、細かく縫いたかったら細めを選ぶといいです。だいたい縫い方の方法は並縫いとかをやると思うんですけど、僕の場合は2本取りっていうやつですね。まあ、多分こう家庭科の授業とかで習ったことしかここでは言わないです。2本取りにしてるっていうのは、糸が若干こみえるが細いのと、まあ、強靭さを生むために2本取りを使います。まあ、針の先端に通した後に両端ですね、こう両端2本にして、で、はい、この先端ですね、こう2つ先端を、まあ、玉結びします。玉結び久々に行ったな。はい、ということで玉結びをしました。パッと見えると思うんですけど、こんな風に結びました。で、結んだことによって1本の糸が、まあ、2本のこう糸に変わるので、強靭さが生まれるのかなっていう話になります。じゃあこれからはまあもうすぐ縫っていくんですけど、裏返します。これ破れた生地を裏返して、イメージはこのぐらいの大きさだったら、ここの端見えるかな、切れた端っこと端っこをつなぎ止めるみたいな感じのイメージをやるといいです。で、裏面にしてるので、多分裁縫の時にこう裏からやりなさいとか言われたと思うんですけど、まあ、今回裏面にしているので表面からやるようにしてください。向きはどっちでもいいです。縫い方なんですけど、まあ、別にこう祭り縫いだとか、なんか何でもいいです。もう本当に縫えれば何でもいいって思ってくれれば。よし、受けてきた。よいしょ、危ないよ危ないよって言われるけど、しゃん、これを直してまででも使いたいんだっていう気持ちが強すぎるからね、もうそれどころじゃないんでね。はい、まあ、とりあえず一通り結びを終えました。まあ、大体ですね、大まかすで、最後玉留めだっけ、なんかそんなのありましたね。懐かしいですね、これ糸ぐるぐるして。俺昔できなかったんですよね、これ。最近できなかったんで。本当に玉留め切ったな、俺。あれみたい。デッキブラシみたい。まあ、こんな風にね、細かくどん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 縫い合わせていって、まあ、切りやすいのか、見た目の方、表面の方がね、綺麗になればいいなと思ってるんで。で、この続きで、2箇所、3箇所ぐらいかな。まあ、続きやってみたいと思います。オッケー、マジで集中する、これ。はい、終了しました。ここだけちょっと失敗しました。ちょっと長すぎました。
あでもまあこんな感じで遠目で見ちまえばそんな気にならないかなっていう程度ですね。でちゃんとあの伸縮性の方は確保されているので問題はないかと思います。今回はまあちっちゃな部分だったからいいんですけど、まあ大きい部分になるんだったら補修材ですね、まあセリアでもかかってきたんですけど、アイロンにかけてできるタイプだとか、まあこれを縫い付けちゃっても問題ないかと思います。まあロゴは確かに消えちゃうんですけど、ポンって貼り付けて縫ってしまえば伸縮性を保たれたままできるので、ジャージとしてのこう機能は保たれるのかなって思います。ということでですね、実際にジャージのこういう風に、ね、補修をしてみました。まあ、ソーイングセットとかを持っている方であればいいですし、100均とかに行っても針とか確か売ってるのかな、まあ、売ってなくてもこういう風な補修材があるので、ジャージをねこう破れちゃったとしても、まあ、着続けたいというのであればこういう風に補修することをお勧めします。1着ね1万7000、2万円とか払ってねこう破けちゃったっていうのがもう非常に結構メンタルくるので、縫っても使いたいっていう風にしてます。まあ、またですね、こう元々こういうの破れちゃったっつってこうリペアがあるメーカーがあったりするので、縫うっていうの苦手であれば最初から高いジャージ、本当に高いジャージですね、例えばアソスとかを買ってしまえばリペアがあるはずなので、そういうサービスがあるジャージを買うのも一つのこう手かなって思います。まあ、今回はこう自分で、俺はあのそういうのが時間がもったいないからこういう風に自分で縫っちゃったんですけどね。はい、まあ、一つこういう風にジャージをこう長く着るっていうテクニックなのかな、大事にするっていうのも一つのも参考になればなって思います。ということで以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまた。